はいどうもサブチャンネルのボクエストということで、今回 FC 東京の変化はですね、21年22年データ比較の方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、今シーズンからアルベル監督が、就任した FC 東京でございますけども、じゃあ具体的に、どういう風なところがどういう風に、変わったのか、昨シーズンとのデータ比較、数字の、比較の方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、一応今回ね紹介するデータ収録日現在になっているんで、多分この動画が上がる頃には少し数字的なところ、例えば順位とかね、分かりやすいところで言うと順位表とか勝ち点のところ、その辺がもしかしたらですけどこの動画が上がる頃には変わっている可能性があるんですけれども、そこはご了承くださいという話でございまして、早速やっていきましょう。まずこちら、左が21年昨シーズンの FC 東京、そして右が収録日時点での FC 東京のデータ的な数字的な話になってきますが、左 FC 東京昨シーズン勝ち点53で9位でございましたね。で、右今シーズンの FC 東京は現在勝ち点35で8位というのが現状の FC 東京にはなってきますが、どうですかね、勝ち点的には昨年とあんまりペース的には変わらないのかな、昨年上回るかどうかっていう数字には多分なってくる、そこの前後そんなに大きく、ね、変わらないのかなっていうのはやっぱりありますけどもね。で、今得点失点のところを見ていくと、得点も昨シーズンよりもちょっと下がって終わるかなとか、それぐらい50点いくかいかないかかなの残り試合から考えてですけどもね、ちょっとありますね。で、失点はただ FC 東京昨年横浜 F ・マリノス戦で相当大量失点して敗れているんで、そこもちょっと影響して昨年、53失点ではあったんですけれどもね、今シーズンも29失点ということで、失点数に関してはペース的には40いくかどうかぐらいで終わるかなという感じが、しています。もしかしたら40切るかもし、れませんけどね、そんな、現状の FC 東京でございますけれどもね。で、これはもう本当分かりやすい数字にはなってきますが、次こちらですね、チャンス構築率ということで、これが、上の方ですね、半分より上がオフェンスのデータ、下の方が守備的な、データになってきますが、これパッと見のですけどね、パッと見のカッコ内リーグ順位で見ると昨年よりも結構悪化している、数字が多い。なんて言うんですか、FC 東京やっぱアルベル監督就任したんで、自分たちでボール持って、主体的に攻撃的にやっていこうという、これは明確なスタイルがあるんですけれども、しかし実はチャンス構築率のところは、ね、昨年より悪くなっていたりとかね、数字的に順位的には下がっていたりとかしますし、シュート成功率のところですね、シュート成功率は昨年とそんなに変わらないようにも見えますが、この 0.4%、0.4% ならそうでもないか、1% とか 2%、 サッカーのね、これサッカーにおける数字の 1%、 2% で相当大きな数字になってくるんで、0.4% であればそんなに昨年とは変わらない、リーグ順位的には昨年にも落ちては、いるんですけど、カッコ内のリーグ順位って結局自分たちうんぬんかんぬんじゃなくて、他のチームにも左右される数字になってきます。仮にね、昨シーズンよりも良いデータをチームとして残していたとしても、周りの他のチームが、ね、数字伸ばしていたら、おのずと順位的に下がってしまうんで、カッコ内の順位ってそんなに気にしなくてはいいのかなという感じもしつつもですけどもね、しかしね、昨年よりも数字的なところ、自分たちの、数字的なところはちょっと下がっているんでね、1試合平均の得点数とかチャンス構築率とか成功率、この辺が下がっているのは、まだアルベル監督のこれサッカーというのがこうそこまで浸透していないのかなというのは、やっぱりありますけれどもね。で、守備、ディフェンスのデータ的なところを見ていくと、データ的には見るとですけれども、守備のところは昨年よりも少し、改善、もしくは、そんな変わらないのかなというのがやっぱりありますが、非ゴールですね、1試合平均失点数が 1.4 と 1.2、0.2% の差ではあるんですけど、この非ゴールとか、1試合平均得点数、1試合平均の失点数とか、その辺の、この 1.2 とか 0.2% の差とかというのは結構大きな差にはなってくるんで、ここは僕は多少は改善気味なのかなというのはやっぱりあります。本当難しいんですけど、サッカーにおける数字の 1% の重みとかね、ちゅうのだいぶ変わってくるんで、何をどう取るか、それは多分本当こう日頃からいろんなデータを見ながら、この数字の 1% ってあんま変わんないなっていうのと、ここの、1% とか 0.何% って実は大きな差だよねみたいなところも実は僕の中ではあるんでね、ちゅうことを考えると、この非ゴールの 0.2% 改善されているというのは、ちょっと僕はポジティブに考えたいのかなって、僕は個人的にはですけどね、思ってるわけでございますけどもね。
FC 東京の得点パターンで、ね、見ていくとですけど、ね、昨年はショートパスが多かった、ショートパスから得点が多かったんですけど、今年はこのショートパスからの崩しというのがあんまりこうなくなってるんですね。そして、まあ、こうパッと見ですけどね、まあ、別にこう突出して、ね、この例えばクロスからめちゃくちゃうちのチームは点取ってますみたいなこう特徴が今年は少ないのが FC 東京のデータ的なところにはなってきますね。まあ、チームによってはですけど、ね、クロスからの得点率が、ね、まあ、チームの総得点の3割占めてますとか4割近いものがありますとか、そういうチームがたまにはあるんですけどね、というのがありますが、特徴としてはそんなにこう得点パターンではないというのが FC 東京、まあ、よく言えばまんべんなくいろんな形からまあ点が取れているということがまあ言えるのかなというのはやっぱりありますけどもね。ただやっぱりアルベル監督のサッカー的には自分たちでポゼッション率を上げてねやっていこうというのがあるんで、この辺のスルーパスとかショートパスとかね、この辺の数字が伸びてくればもっといいのかなという感じはまあしておりますけどもね。で、失点パターンのところで見ていくとですけど、でもさっきも言った通り少し守備のところは改善、まあ、悪くはなっていないというのが昨シーズンとの比較になってきますが、まあ、劇的に減ったものというのは特別、まあ、セットプレーかの失点が少なかったですね。昨年セットプレーから13失点しているんですけど、今年はセットプレー関連で2失点しかしていないんで、要は止まっている時間からの失点がまあ少ないというのが減っているというのは相当これは評価高いですけどもね。やっぱりこうねセットプレーって得点が入りやすい場面であるんです。こういろんなチームのこれ得点率とか見ているとやっぱセットプレーカーで大きく得点を伸ばしているチームって多いです。まあ、大体こう J リーグね半数近くのチームがねセットプレーからね大体ね点取ってますみたいな、まあ、全体の2割3割ぐらいはセットプレーから得点取ってますみたいなチームもあるんですけど、でこれがまあ他のスタッツということを出してはいるんですけどね、まあ、だからここまで、ね、紹介してきたデータの通りですけど、そんな劇的に大きく変わってはいません。まあ、大きく、変わるも何も、まあ、昨年の、ね、まあ、カウンター主体の、チームから今シーズンは自分たちでボールポジションをしていこうというチームスタイルにガラッと変わっているわけなんで、まあ、なかなか、ね、データというのは伸びづらいというか、一旦まあ畑をさら地にしてそこにまあ種をまいている状況になってくるんで、ね、そこはなかなかやっぱ数字的にガクッと下がるものもなければガクッと上がるものもない。これだからどう捉えるかはですね、昨年の良いとこは残しつつも現在まあ種をまいている状況であると思います。まあ、さっきも言った通り、まあ、昨年まではカウンター主体型のチームで今シーズンはポゼッションをしていこうというチームに変わっているわけでございますが、しかしまあ昨年同様このカウンターの鋭さとか、ね、このカウンターをこう仕掛けた時のこの縦の意識とかね、そこはやっぱり怖いものがあるんで、昨年の良いところは残しつつもですけどね、今シーズン新たに種をまいている状況でございますので、これ来季以降ですけどね、僕は相当期待して FC 東京を見ていこうと思ってますけどもね。はい、ということで言うのもですね、以上パラブンテジェルサッカーチャンネルサブの僕でしたチャンネルでございます。さら喜ぶよ教えて教えて。